BBLWI が終了してから早いもので2ヶ月が経過。日本代表は、ハビエル・アギーレ新監督のもと、ウルグアイとベネズエラとの新体制初陣となる2連戦を終えた。アギーレ監督といえば、メキシコ代表やリーガ、エスパニョーラでの監督時代から高い位置での積極的なプレッシングやショートカウンターのスタイルで知られていたが、日本代表でも同様のスタイルを取り入れることを明言している。実際、メンバー編成でもアルベルト、ザッケローニ監督が指揮した全体制とは異なった人選を行い、ベネズエラ戦での2得点はどちらもカウンターからと、プレイの面でも若干ながら違いは見られた。では、そんなアギーレ体制の初陣に招集され、出場した選手たちにおいて、合格点を与えられる選手は誰なのだろうか。今回の23選手を20丸、評価アップ、丸、期待通り、三角、横ばい、×、評価ダウン、の4段階で採点した。GK、川島英二×、西川周作、林明宏。まずは GK。2試合を通してフル出場した川島は全く良いところなく終了。キックの精度は低く、ベネズエラ戦では信じられないようなキャッチミスで不要な失点を招くなど安定感もなし。試合を重ねるたびに悪化していくパフォーマンスはチームにとってマイナスになっていると言っても言い過ぎではない。ただ、アギーレ監督やコーチと通訳なしでコミュニケーションが取れるのは大きなプラス。結婚を機に精神的な安定を手に入れ、今後はベテランの第二 GK としてチームを支える役割を与えられる可能性もある。西川と林に関しては、GK というポジションゆえに出場機会はなかったものの、10月の2試合でも招集されればチャンスを与えられるはず。むしろ、与えられるべきだ。ミスで失点招いた境。試合感不足の CB を起用した監督に疑問。CB、森重正人、吉田麻也三角、坂井達也×、水本勇気×。森重は2試合ともに CB ではなくアンカーとしての起用となったが、本職ではないポジションでも時間を追うごとに適応。ピンチを招くミスもあったが、CB と2つのポジションをこなせることが証明できた。23人という限られた人数で戦はなくてはならない国際大会では重宝される存在となるだろう。吉田に関しては、自身のプレーよりもミス連発だった守備陣のリーダーとして落ち着きを与えられなかったことが残念。プレミア仕込みのタックルを見せるなど、成長した部分もあるが全体的な評価は横ばいか。ただ、サウサンプトンがベルギー代表のトビー、アルデルワイレルトを獲得し、クラブで再び出場機会を失う可能性も高い。CB という決定的なポジションでの試合間の欠如は致命的となるため、ポジション争いに勝てなければ今後の選出は慎重にするべきだろう。実際、試合間のない CB だった坂井はウルグアイ戦で失点につながるミスを犯してしまった。しかし、本人には同情の余地がある。サガン鳥栖でも満足な出場機会を得られていない状況で突然 A 代表に抜擢されてはベストなパフォーマンスを発揮するのは難しい。おそらく左利きの CB というだけで、とりあえず試した、程度の人選と思われるが、下手をすれば坂井自身を潰しかねない選択を取ったアギーレ監督の判断には疑問が湧く。坂井には、この経験をマイナスではなくプラスに変えて成長してほしい。水本は、タックルを仕掛けるべきタイミングで仕掛けず、遅れを取ってペナルティエリア内で後ろから仕掛けるという最悪のプレイで PK を献上。代表レベルの試合であのプレイをしていては信頼を得られない。代表初ゴールで期待に応えた柴崎。今後も継続した起用に期待。SB、長友佑都丸、坂井宏樹三角、坂井高徳×、松原健×。SB では、
長友が2試合を通して豊富な運動量と突破力を見せ、変わらぬ存在感を示したが、その他の選手はアピール不足か。酒井宏樹はまずまずだったものの、持ち味の精度の高いクロスを見せることはできず、負傷欠場した内田篤人からポジションを奪うようなインパクトはなかった。酒井高徳は本職の左ではなく右での出場となったが、やはりインパクトはなかった。代表キャップ数を伸ばすためにも、今後は右でも左でも遜色ないプレーができることを証明しなければならない。ワツ招集の松原は、アギーレ監督がフィールドプレイヤー全員を起用することを明言していたにもかかわらず出場機会なしに終わった。MF、柴崎学丸、細貝はじめ三角、田中純也三角、森岡良太、大木原隆弘。ベネズエラ戦に先発して代表デビューとなった柴崎は、不用意なパスミスがあったものの、長い距離を走ってからの見事なゴールでアピールに成功した。現状の中盤では貴重なゲームメーカータイプでもあり、今後も継続してチャンスが与えられるだろう。当初、アンカーでの起用が有力視されていた細貝は2試合ともインサイドハーフでの起用となった。守備の面で日本代表に欠けている積極性は見せたものの、このポジションはより攻撃にも関与することが求められるため、その点では不十分。とはいえ、新体制では鍵を握る存在とも言えるだけに期待したい。田中は、積極的なミドルシュートを放つなどアクセントを加えられる選手であることは証明できた。クラブでの活躍次第では攻撃のオプションとして代表にも定着できる可能性はある。まずはスポルティングで出場機会を増やすことが重要だ。森岡に関してはウルグアイ戦でデビューを飾ったものの出場時間が少なく、ベネズエラ戦では出番なく終戦。大木原は、松原と同じく出場機会なし。アギーレ監督はトレーニングの段階で見極めてしまったのだろうか。評価急上昇の武藤。アギーレジャパンの象徴となるか。武藤義則二重丸、本田圭介三角、柿田仁王一郎罰。今回のアギーレ初陣2連戦の主役は、なんといっても武藤だろう。2試合ともに途中出場だったものの、日本人 FW 離れした積極性を披露。ウルグアイ戦ではバー直撃の惜しいシュートを放ち、ベネズエラ戦では見事な先制ゴールを決めた。アギーレ監督も、自ら招集してデビューさせた選手の活躍には心を躍らせたわず、新たにスタートした自身のチームの象徴として今後も愛情を降り注いでいく可能性は高い。一貫してキャプテンマークを巻いた本田は、プレーの面で存在感を発揮することはできなかった。ミランでは同じく右ウィングで存在感を高めているが、これは周囲との連携が向上したことが大きい。同じポジションでの起用とはいえ、代表は練習時間も少なく、選手も毎回同じではない。代表の右ウィングで本田が力を発揮するには相当な時間と辛抱が必要となるだろう。中央での起用ならより早く機能する可能性が高い。2試合ともに左サイドでの起用となった柿谷は、評価を高めるほどのインパクトを残せず、むしろ、期待値が高いだけに不満の残る内容と言えるだろう。10月の2戦では勝負を決める存在となれることを証明しなければならない。不動のエースへ、岡崎はセンター FW での勝負を熱望。岡崎慎二丸、皆川雄介三角、大迫勇也三角。岡崎は、ウルグアイ戦では左ウィングで先発し、ベネズエラ戦ではセンター FW で途中出場となった。ただ、本人はマインツと同じくセンター FW での勝負を望んでいるため、そのポジションでの評価としたが合格点を与えられるものだった。大迫が先発したベネズエラ戦の前腕は、
大迫の動き出しが少なく決定的なチャンスをあまり作り出せなかったが、後半からは岡崎がサイドに流れることで前線にスペースが生まれてチャンスにつながり、柴崎のゴールをアシストした。おとりとなる動きに加えて得点を決めることを証明すれば不動の FW となれる。その大迫は、サイドへ流れる動きが少なく、アギーレ監督がセンター FW に求める動きができなかった。それでも、ポストプレイではボールがしっかり収まり、パスを引き出す動きも良かった。今後はチームのスタイルに順応した上で自らの武器を見せていくことが求められる。ワツ招集となった皆川は、ウルグアイ戦での先発でデビューを果たしたが、186センチの長身と体の強さでポストプレイヤーとして十分やれることは証明できた。ただ、決定機を外しているだけに FW として反省点となったわず。現状ではオプションの候補といったところだろう。